大堀123の YouTube ラジオ。陳さんの YouTube ラジオね、そろそろ終盤に入ってきてるような気もしますけれどもね、まあ、さっきから終盤って言ってきながら、なんで本当中途半端にやってるとこういうことになるんですよ。やめてくださいね本当。じゃあ今日は、まあ、僕のお弾き語りちょっとじゃあね、この今回はちょっと最後にしてみたいと思うんですけれども、ですね、じゃあ、そうですね、もう一曲じゃあ歌ってみようかな。これもまた結構古い歌ですが、風って知ってるかな、みんな。あの伊勢正蔵さんというじゃないですか、あの人が出した歌、ささやかなこの人生っていう歌、ちょっと弾き語りでやってみたいと思います。ちょっと一番で歌ってみた。ささやかなこの人生ね、これいい歌だよ。あの今日はねフルで歌いませんでしたが、まあね、あの一番だけちょっと歌ってみたけど、なかなかいいな。もうね、弾き語りもね、今日まあこのコーナー、まあ第1回目は最後なんで、ちょっといろいろやってみたいね。じゃあもう一曲ぐらいやってみようか。もう一曲ぐらい短い曲だったらいけそうなんで、じゃあ、ブワーッとちょっと詰め込んでやってみたいと思いますが、じゃあ、この歌歌ってみようか。寂しいんですか、みんな。
よし、じゃあ今度は有名どころの歌、ちょっと今のところね、一番だけコーナーでやってみようかなと思うんだけど、この歌を歌ってみようか。うわー、またこの曲も渋いな。この歌を歌ってみます。今度はね、尾崎豊さんの歌を歌ってみよう。僕ね、尾崎さん好きでさ、最近すごくハマってんの。特にこの歌好きでね、僕が僕であるために。心すれ違う悲しい刻まにため息漏らしていた。だけどこの目に映るこの街で僕はずっと生きていかなければ。人を傷つけることに目を伏せるけど、優しさを口にすれば人は皆傷ついてゆく。僕が僕であるために立ち続けなきゃならない。正しいものは何なのか、それがこの胸にわかるまで。僕は街に飲まれて少し心を許しながら、この冷たい街の風に歌い続けてる。よっしゃー。よし、じゃあね、これで弾き語りの最後の締めをしたいと思います。ではですね、この歌、まあみんな知ってるかどうかは、まあわかりませんが、じゃあね、この歌を歌ってみたいと思います。長い上り坂。これは、長渕さんの、最後の、最初のアルバムの最後の歌です、これ。じゃあフルでやってみよう。長い長い上り坂、走ってみても同じこと。上り坂は人生さ、下り坂は落ちるだけ。道は
足を踏みしめ歩きましょう。大地を